初は誰もが必要なという曲、ソングファイルの7ページにある29番目です。よろしければ立って一緒に歌いましょう。それでは祈りで続けましょう、はい、愛する神様、今日私がここに集まって感謝しています、この時間を祝福してください。あなたの栄光のために使ってください。私が歌って祈ってもう福音献金を捧げてメッセージを聞いて、すべてのことにしながら
すべてがあなたの栄光のために使われるように助けてください。すべてはあなたのためです。あなたは主イエス様、あなたは私たちの神、あなたは私たちの救い主、あなたは何でもできます。あなたは何でもできる支配者です。そしてここに私たちと集まって、もう私たちに話して、あなたの御言葉によって聖霊お願いします。私たちを導いてください。イエス様、あなたの愛は本当に素晴らしいです。私たちが反逆者の時、私たちが罪人である時、あなた時もあなたは私たちを愛して、私たちの身代わりに罪の刑罰を苦しんでくれました。そしてまたあなたは私たちにあなたの義を与えてくれました。そして父なる神様が私たちを見ると、あなたの完璧さを見ます。すべてはイエス様によって、すべてはあなたによって、イエス様本当にありがとうございます。そして私たちが教会として、一緒にあなたの礼拝し、あなたを感謝されるように助けてください。本当に本当の感謝であなたを礼拝されるように助けてください。主イエス、あなたは本当に素晴らしいです。お願いします。この時間を祝福してください。そして間もなく捧げる献金をあなたの栄光のために使ってください。祝福してください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン、アーメン。それでは皆さん、献金を捧げたいと思います。佐藤さん、いいですか。そして私がそれをしながら、もう翔様、トメさん、次、今月の暗証請求一緒に読みましょうね。今月の暗証請求はヨハネの福音書15章9節、よかったら一緒に読みましょう。それは週報ですね。これは私たちの週報です。2ページですね。1ページ2ページの上のところは今月の暗証請求が書いてあります。そして1回だけ一緒に読みましょうね。そしていつもヨハネ福音書を1回言って、そして節を読んで、その後もう一度ヨハネの福音書と言いましょうね。はい、そのようにしましょう。 OK、 いいですか。みんな準備はいい。 OK、 じゃあせーの。ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。
ヨハネの福音書15章9節ですよね。そして私は、ね、神様、イエス様の愛にとどまりましょうね。それ、これは今月のテーマですね。イエス、神様が私たちを 愛してくれます。イエス様は私を愛してくれます。そしてその愛にとどまりましょう。そしてみんなね、敵までも人々を愛しましょうですよね。あ、OK、そしてメッセージの前にもう一曲を歌いたいと思います。そして私がそれを歌いながら、子供たちぜひレブリ先生と一緒に隣部屋に行ってください。キッズプログラムがありますので、ぜひレブリ先生と一緒に行ってください。はい、次の曲、道を作りっていうソングファイルの9ページにある34番、9ページにある34番です。
お座りください。その歌はとても美しいですね。ありがとうございます。じゃあ人生には一番怖いことは何だと思う？どう思いますか？一番怖いことは何でしょうか？ C だろ？ C は一番怖いかもしれません。友人や家族が亡くなることは私たちにとって一番悲しいことでしょ。それよりも悲しいことを想像できません。私しかし私たちがそれを苦しんでもイエス様を通して希望があります。イエス様によって最後のさよなら、最後の別れは全然ありません。イエスによって本当の希望がありますよ。この希望は教えだけではありません。イエス様は何回も死を倒す力を持つのを証明してくれました。だから今日これについて語りたいと思います。今日のテーマは最大の希望です。最大の希望です。では、ヨハネの福音書11章1節から5節を読みましょう。これは新約聖書の204ページです。204ページです。ヨハネの福音書11章1節から5節を読みます。204ページです。204ページです。新約聖書の204ページです。読む前にもう一度祈りたいと思います。祈ります。愛する神様、お願いします。このメッセージをあなたの栄光のために使ってください。聖霊、お願いします。このメッセージ中、私たちに話してください。あなたの御言葉から真理を教えてください。この最大の希望がみんなで分かられるように助けてください。主イエスの御名によって祈ります。アメン。じゃあヨハネの福音書11章1節から5節を読みます。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアはイエス様の母ではありません。他の人ですね。そして2節、それを説明します。2節、このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラズロが病んでいたのである。3節、姉妹たち、これはマルタと マリアですね。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていた。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラズロを愛しておられたと書いてあります。この話でイエス様のラズロという友人は病気でした、ね、ラズロの二人姉妹もイエス様の友人でした。そして彼女たちマルタとマリアは兄弟のために心配してイエスの助けをお願いしました。では7節で続けましょう。7節、それからイエスは
もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。兄弟たちはイエスに言った。先生、水溝の間、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるんですか？そしてラズロたちのためにイエスは、ね、ユダヤに行くと決断しました。しかし弟子たちは何か、イエス様の安全のために心配して、イエスに追行の間、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたと言いましたよね。しかし11節から15節でイエスはラズロのために行く必要があると説明しました。そしてそれも読みましょう。11節から15節。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラズロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助けるでしょ。イエスはラズロの死のことを言われたのだが、彼は罪の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラズロは死にました。あなた方のために、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。イエス様はラズロを死から起こしに行くと説明したが、弟子たちは口外しましたよね。分かりませんでした。彼らはイエス様が睡眠について話していると考えました。だからイエスはラズロが死んだことをはっきりと説明しました。またイエス様はラズロの死によって弟子たちの信仰が強くなると教えました。そして17節続けましょう。そこで続けましょう。17節、イエスがおいでになるとラズロは墓の中にいられ、入れられて、すでに4日経っていた。そして20節、マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここに行ってくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。イエス様は到着したときね、ラズロが4日間前に死にました。マルタはもしイエス様がそこにいたラズロを救ったかもしれないと言いましたよね。でもマルタはまだイエス様が兄弟を救うことができると信じていました。そしてイエス様はマルタにラズロがよみがえると言いました。では32節で、32節から38節でマルタの姉妹であるマリアについて話しましょう。あ、読みましょう。すみません。32節。マリアは家にそのまま座っていましたね。そしてマリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここに行ってくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き
一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに起こしましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。次の節は聖書の中で一番短いの一つです。しかし大事な節です。本当に強い意味があります。35節、イエスは涙を流された。泣きました。36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラゾロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラゾロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で、石が置かれて塞がれていた。この箇所によればイエス様はすごい感情で反応しましたよね。イエス様は悲しんで泣いていました。この話でイエス様は自分の感情を見せてくださいました。これによって神様について特別なことを学べます。私たちが悲しい時、神様は気にかけてくださっています。神様は感情を感じています。神様はあなたの悲しみ、あなたの悩み、あなたの感情を感じてくれますよ。イエス様はあなたのことを気にかけてくれます。またこの話でイエス様は感情を見せる以上のことをしてくれました。イエスは信じられないことをしてくれました。それを読みましょう。39節から44節を読みましょう。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラゾロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ナズローよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさいと書いてあります。これは素晴らしいですよね。素晴らしいです。これは本当に本の話、真の話、本当の話だから、これは素晴らしいです。イエス様はラザロを復活させました。これは本当にすごいですよ。イエス様によってラザロが実際に死からよみがえった。実際に死からよみがえった。ゾンビではないですね。本当にラザロが戻りました。よみがえった。しかしイエス様はどうやって
それをできたでしょうか。次、ヨハネの福音書11章25節を読みましょう。25節。いいですか。イエスは彼女に言われた。その彼女はマルタですね。その時イエスはマルタと話していました。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。もちろん、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも、亡くなっても生きるのです。この説は本当に大切ですよ。大事な説です。これは命を与える方としてイエス様を確立しました。イエス様は神様だという意味です。なぜなら神様だけが命を創造できるですね。命を与える方は神様だけですね。イエス様は口ばかりではありませんでした、ね、誰でもそれを言うことができます。あ、私がよみがえりです、私が命です、私が、ね、できます。でも本当にそれを見せることは、見せることは素晴らしいですね。イエス様はラズロを死から復活させることによってそれを証明しました。神様はこの世に命をもたらしました、ね、神様はこの世に命をもたらしましたが、私たちの罪によって、罪は死をもたらしました。なぜ人々は死にますか。なぜ死がありますか。エイデンの園ですね。アダムとエーバがいました。そのところは完璧でした。病気、苦しみ、悩み、死までもありませんでした。全ては完璧でした。でも私たちが神様の身代わりに、私たちが神になりたかった。そして人類が神様に対して反逆してしまいました。そしてその罪を通して死が来ました。人類が永遠の園で神様に対して反逆したとき、罪はこの世に入りました。死は罪がこの世に入った結果なのです。人類が罪を犯す前に死は全然ありませんでした。神様は罪が死を引き起こすことを警告しましたが、私たちはとにかく反逆してしまいました。罪を犯しました。人類が反逆したとき、神様は私たちを見捨てる力がありました。神様は神様ので、全てを作ってくれた方ので、本当に私たちは関係ありませんね。もう私を作ってくれて、でも私たちが神様に対して反逆したとき、なぜ神様は私たちを救うでしょうか。なぜ、本当に彼が見捨てる力がありました。永遠の死は私たちの運命であるべきでした。しかし神様は救ってくださる約束をしました。してくれました。神様は救い主を使わすと約束してくれました。そしてイエス様はその約束された救い主なのです。イエス様はよみがえりであり命なのです。私たちが罪をもたらしましたけど、イエス様は命をもたらしました。
イエス様は死を倒すために来られました。なぜ死はありますか？私たちの罪のためです。罪がこの世に入った時、死も入りました。して私たちが亡くなります。そして神様は、ね、私たちがそのままで残ることができました。捨てること、見捨てることができました。もうその代わりに私たちを愛して、私たちを私たちの身代わりに罪の代価を支払ってくれました。イエス様は死を倒すために来られました。イエス様はラザロを死から復活させた時、これはイエス様が死を倒す力があることを証明しました、指名しました。しかしイエス様自身がよみがえったことは最大の証明です。証明でした。イエス様は私たちの罪の代価を支払うために十字架で、十字架の上で死んでくれて、そして死からよみがえりましたよね。イエス様は自分の力で、自分の力で、なぜでしょうか？なぜならイエス様は命です。よみがえりです。では自分の力でよみがえった唯一の方です。イエス様はよみがえりであるからです。イエス様がよみがえった後、何百の目撃者がイエス様と会って話しました。嘘ではありません。ほんの話です。ほんの実際の話です。それが本当に起こりましたよ。そして今日までも、今日までもあなたはエルサレムに行ったらイエス様の空っぽい墓を見られる。今日までもイエスの墓は空っぽです。私の友人がそこに行って 見ました。素晴らしいです。ある日私が行きたいです。空っぽい墓は、まあ、あんまりね、あまり素晴らしいことではないかもしれません。でもイエス様の空っぽい墓は素晴らしいです。では、では私たちにとってどういう意味があるでしょうか？私たちにとってどういう意味があるでしょうか？イエス様は私たちの最大の希望なのですよ。イエス様を信じるなら死後にも希望がありますよ。聖書によれば、信じるなら死後、イエス様は私たちもよみがえらせてくださいます。イエス様によってさ、死後私たちは家族にまた会います。先週私の出身地の教会で友人のお父さんが亡くなりました。先週 Facebook でそのニュースが出てきました。そしてそのニュースが来ると、どのようにして友人を助けるでしょうか？役立つ方法は何でしょうか？アメリカ人大抵は、すみません、大変ですということです。あなたのために祈ります。そう、私もね。でも私が他のことを言いました。今度日曜日、私が私たちの最大の希望について語るつもりです。そしてその希望はクリスチャンにとってイエスによって最後のさよならが全然ありません。クリスチャンにとって最後の別れはありませんよ。イエスのため私たちが愛している人々を
もう一度会います。私たちはその希望を持っていますよ。イエスに会って最後のさよなら、最後の別れはありません。クリスチャンたちには別れや死までも一時的なことだけですよ。イエス様を信じている人には死はあなた、あ、死はただ、死はただ道だけです。私たちはその道を通して一瞬歩いて天国に入ります。イエス様を見ます、家族を見ます、会います。神様が聖書に書いてくれたことのためにこれは真実だと信じている。イエス様が死からよみがえった、ラズロが復活されたので、復活したので、これは本当のことです。実際のことです。私たちが本当の希望を持っています。私が始めた時、このメッセージを始めた時、私の質問は、一番怖いことは何ですか？人生の中で死かもしれませんね。家族が亡くなったら、友人が亡くなったら、一番悲しいことでしょ。でもクリスチャンたちには、私たちの一番怖いことは何ですか？死ではありません。なぜなら死は一時的なことだけです。私が本当の希望があります。イエス様がよみがえったなら、私たちもよみがえる。死は終わりではありませんよ。私たちがこの希望を持っています。そしてなぜクリスチャンたち、私たちが恐怖で残るでしょうか？なぜ恐怖を持っています？その希望は本当ことだったら、本当にイエス様がよみがえったなら、私たちもよみがえるので、なぜ私たちが恐怖があるでしょうか？なぜ怖いですか？ヨハネ3章16節の素晴らしい真理を覚えるでしょうか？神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者、イエス様を信じる者が一人として滅びることはなく、滅びることなく永遠の命があります。永遠の命を持つためである。私たちはその約束があります。この希望を持っています。神様が私たちを愛しているので、イエス様は私たちの罪のために死んでくれました。これを信じるなら永遠の命をもらいます。これは私たちの最大の希望です。ヘブル人への手紙6章19節、次のことが書いてあります。私たちが持っているこの希望は、安全で確かな魂の怒りのようなものです。これは船の怒りですね。この写真みんなは見られますか？船があって光がありますよね。この人生の嵐が来ると、あなたの魂の怒り、あなたの希望は、あなたの希望は安全で確かなものでしょうか？確かなことは何でしょうか？あなたの希望は何ですか？あなたの魂の怒りは何ですか？イエス様は安全で確かな私の魂の怒りのようなものですよ。私の希望、私の魂の怒りはイエス様です。福音です。
悩みがあっても苦しみがあっても私の友人がなくて死んでも家族が死んでも希望があります。イエスはクリスチャンたちの最大の希望です。しかしあなたはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。あなたの魂の怒りは何でしょうか。苦しみが来たら、この人生の嵐が来たらどうすればいい。あなたの魂の怒りは何でしょうか。あなたの希望は何ですか。人生は難しいですよ。嵐が来るよ。苦しみ、悩み、トラブルがいつも来ている。イエス様はあなたの魂の怒り、あなたの希望になりますように祈っていますよ。あなたはイエス様にある希望を信じませんか。イエス様から平安をもらいますよ。しかしこれを信じれば、クリスチャンになれば、何が起こるか心配していますか。家族、仕事、人生のことを考えると心配しているでしょうか。もしイエス様があなたのために死を倒してくれたなら、イエス様はあなたの心配事も助けるでしょう。私たちは死を倒すことができません。全然できません。私は命ではない、よみがえりではありませんけど、イエス様は命です、よみがえりです。死を倒す力を持っています。なぜ彼を疑いでしょうか。イエス様が何百人が復活されたイエス様、復活したイエス様を見ました。反逆者が たくさんいました。本当にイエス様が復活したら、確かにあなたの状況を助けるでしょう。では今日イエス様について決断しませんか。イエスを信じますか。加えてクリスチャンたち、イエスにある希望をみんなへ伝えましょう。希望を探している人は多いですよね。希望がない人は日本にはいっぱいです。あなたは本当の希望を持ってますよ。最大の希望がイエスにありますよね。あなたはそれを知っているけど恐怖のために何も言わない。なぜでしょうか。なぜでしょうか。本当の希望がイエス様にあるなら、なぜクリスチャンたちは何も言わないの。みんなは探している希望はイエス様のうちにある、知ってるよね。ではそれをシェアしましょう。イエス様にある希望をシェアしましょう。忘れないでね。この希望を忘れないでよね。イエス様のうちにある希望をシェアしましょう。アメン。じゃあ、まもなく私は祈ります。でもその前に質問を尋ねたいと思います。だからみんなの内緒のためにお願いします。目を閉じて頭を下げてください。目を閉じて頭を下げてください。みんなの内緒のためお願いします。
今日死後にある希望を知りたいですか？イエスにありますよ。イエスを信じることによってそれを分かることができますよ。ではイエスも信じていただけますか？今日神様との友情を始めていただけませんか？もし今日イエス様を信じたいと思うなら、どうか後ろにいてください。クリスタ様は後ろに立てます。クリスタ様はあなたのために待っています。彼女と一緒に隣部屋に行き、そこであなたの質問にお答えします。どうでしょうか？どうかイエス様を信じてください。クリスタ様は後ろで待てます。今待ってます。彼女のところに行って話しませんか？プレッシャーは全然ありませんよ。でもあなたはその希望を知りたいなら、彼女はあなたのために待っています。どうしますか？誰かいませんか？はい、今日イエス様を信じたいと思う人がいるなら、クリスタさんにいてください。次の質問。今日信じる準備はまだかもしれません。疑問点や質問があるかもしれませんが、あなたのために祈りましょうか？よろしければ神様はあなたに理解を与えてくださるように私は祈ります。神様があなたを導いてくださるように祈ります。またはあなたが探している答えを神様が与えてくださるように私は祈ります。ではあなたのためにこのように祈りましょうか？もしよろしければ手を挙げませんか？はい、私のために祈ってください。私があなたのために祈りたいと思います。もし神様はあなたに理解を与えてくださるように祈ってほしい方はいらっしゃいませんか？どうか手を挙げてください。誰かいらっしゃいませんか？祈りしてほしくはありませんか？どうか手を挙げてください。じゃあ祈りましょう。愛する神様、今日私があなたの御言葉から学んで、あなたの素晴らしい真理を見てきました。ありがとうございます。あなたは私たちに本当の希望を与えてくれました。この世でこの人生で一番ひどいことが起こっても、私たちは希望を持っています。すべてはイエス様によってです。イエス様、本当にありがとうございます。あなたは私たちのために死んでくれたことだけではありません。あなたはよみがえりました。復活しました。そして本当の希望を見せてくれてありがとうございます。私たちがこの希望で毎日生きられるように助けてください。そして他の人が希望がない人会うと、私たちがあなたのうちにある希望をシェアされるように助けてください。恐怖で言わないではなく、
私たちがあなたの希望をシェアされるように助けてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。みんなありがとうございます。もう一曲を歌いたいと思います。ショートクリスタさん、お願いします。最後の曲、そのままで大丈夫です。ソングファイルの4ページにある14番、静まって知れという曲です。ファミリーが4月末から1年間アメリカへ一旦帰られるということです。その期間ですね、長岡の方からアガペとか来てくれます。来週ですが、23日は特別な礼拝を行いますので、ぜひ皆さんご参加ください。あとは日曜日10時から聖書の学びやってます。ぜひご参加ください。来週からは、11時からがインターナショナル礼拝で、2時から日本語礼拝ということになります。覚えてください。来週ですね、はい、僕今日2時かなと思って心配でちょっと11時に来たら、そうですか。あとはボランティアミーティングということで、教会のお掃除とかキッズプログラムのお伝えなんかを、してくれる方も、募集してますので、相談しましょう。で、英語カフェは19日ですから8時から、アピタでやります。日曜日の集会の後、お昼ご飯みんなで食べてます。ぜひご参加ください。あとは女子の聖書クラブは第2第4金曜日11時からやってますので、ご参加ください。以上です。
カリはこれ来週からのタイムチェンジ。そう、みんな覚えてください。はい。お願いします。お願いします。まあ、そう、まあ、パンフレット以外以上ですね。そうですね、間違えました。以上です。はい、以上です。来てくれてありがとうございます。あ、そして今日昼ごはんはすき家です。すき家です、うん、そして注文したいところもう一つお知らせがあります。来週私たちが、ね、特別な食事があります。昼ごはんと晩ごはんも一緒に食べるつもりです。そしてよかったらぜひ来てください。もちろん日本語の礼拝は2時始めます、来週ですね。けどよかったらぜひ12時15分ぐらい昼ごはんのためにぜひ来てください。それを忘れ